皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。男の子が部屋でテレビを見ているイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、机の一番下の引き出しの取っ手が消えていました。二つ目は、机の上の飛行機が消えていました。そして三つ目は、緑のブロックの位置がずれていました。これは小さくて分かりづらいですが、気づきましたか？男の子が好きなおもちゃがたくさんありますね。2問目です。羽子板のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、ここの羽の色が変わっていましたよ。二つ目は、羽子板の女性の髪飾りの花が二
2つに増えていました。そして3つ目は、着物の柄のこの部分の花びらが消えていました。最近は羽子板で遊ぶことはほとんどなくなってきているのではないでしょうか。最後の問題です。七福神の一人である福禄寿のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、巻きのもののここの紐が消えていました。二つ目は、草履の柄の色が紫に変わっていました。そして三つ目は、左の眉毛が小さくなっていました。これは難しかったですね。福禄寿は幸福の福で、大きな耳たぶを持ち、左手に手法、右手に巻物をくくりつけた杖を持っているという特徴があり、聖徳神保の神様でもあるそうですよ。以上で問題は終了です。いかがでしたか。この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。